ブルーマーメイドは、津軽海峡フェリーが運航するフェリー。函館港と青森港を結ぶ、青函航路に就航している。ブルードルフィン2に続く、カジュアルクルーズフェリーの第2線として、内海造船瀬戸田工場で建造され、2014年4月16日に、就航した。ブルードルフィンは、在来線の改造であったため、津軽海峡フェリーへの移行後、 青函航路に就航した初の新造船である。機関は旅客フェリーとしては比較的珍しい一機一軸構成で、船首はバルバスバウ、船尾は普通船尾となっている。総船制工場のためバウスラした1機、スタンスラした2機を装備、舵は低速時の最大舵角が45度のマリナーダを採用した。車両ランプは船首、 船尾、右舷選手部の3カ所に設置されており、車両看板は3層で、船内スロープで連絡されている。船室は2層で、上層階にスイート、コンフォートの客室、下層階にビューシート、スタンダードの客室とその他公室が配置されている。車両看板は3層で、ランプは、選手、船尾、右舷前方の3カ所に設けられている。 車両看板から客室に直通するエレベーターが設置されており、船内はバリアフリー対応となっている。また、東日本大震災を教訓として、災害支援に対応する設備が盛り込まれた動況のない岸壁に使用する、ショアランプドアやストレッチャー搬入に対応した、エレベーターや客室、診察対応用のドクタールーム等を設ける。ありがとうございます。